さあ、久しぶりに絵描くか。ワコム出したわ。テーブルの下にな、 DIY で引き出し作ってスライド式にしてな、でかいワコム置いてんねん。本色 3D やろ、無名の。なかなか絵描くことないねん。バックこれか、白にしてや。これでレイヤー作って、グループやん。ちょ、消すわ。レイヤーこっちや。で、ズームインやな。画面を大きくして。書こう。たまに書きたくなるんす。たまに。呪術廻戦見てな。この白になってるやん。呪術廻戦見てな。あ、今の消さなあかんわ。ちょっと待ってや、ゼロになってんな。こう悪くなかったって言ってな、女の人が。これなんちゅう人かな。いい加減すぎる。こんな感じの人。タイトルはちょっと名前調べて書いとくけど、悪くなかったで。でな、自分の人生、生まれたな、1どうであれ、最終的に自分が悪くなかったという風に持っていかなあかんな。どんな境遇であれ、私まだ悪かったの状況やん。悪くなかったって乗っていけるようにせなあかん。それはいい人との出会いやねん。いい人との出会いな。その思い出やな。おっとっと、してさあ、なんかフォトショップもな、使い方いろいろ変わってな。どんどん悪くなるな、どんどん。でもこれでいいか。セレクト、ディセレクト。この辺に白いのするか。黒な、黒指定して、あーっと、この辺コインや。悪くなかったっていう風に持っていける、皆さん。持っていきます。人生のテーマやな。こうして、こうして、こうか。近づいてきた。近づい
が近づいてきた。この感覚で行こう。んで、これをやな。ちょっと濃い色で眉毛つけなあかんな。塗れるか？あかんな。アインステーか。はい。これもやったからあえてな。誰が見てくれられてんの？セレクト、セレクト。満足するほどのな。あれちゃうで。これレイヤー、デコレーションするか？めんどくさいな。これ一括な。一緒にしたんや。これ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 。せめて英語圏に生まれたかった。あ、今日もなイングランドのカフェ行ってきたで。イングランドどこかは言われへんけどな。イングランドホットのお紅茶と焼きたてのスコーン、そのオーナーの人と喋ってきた。男の人かな。う、消す消しゴム ぼやけてるな。これやな。こんだけ勉強するもな、大変なことやで。報われへんもん、何にも。ぼやきぼやき、いいやんな、ぼやいたって。ほんまない、ほんまのことない。ほんまのことや。正直にもの申してんねん。これをな、反転さすねん。マイナス100や。英語バージョンでやってるからな、日本語では説明できる。そうか、これ垂れるやな、もうちょっと。彼女は彼女は垂れ目です。これでいいかな、これで誰かわかるやろ。もうちょっと書く。いや、わかると思う。やっぱりここグラデーションするかなあ。深みがないもんな。めんどくさいな。あら！ここコピーして、同じ場所にペーストか。これ。ペーストインプライス。んで、これする？ちょっとちゃうな。これ、恐竜の目やな。パレットもな、自分でこれな、作って、集めてな。これか。ちゃうな。やってる。どんだけな、大変なことやってるかなんてな、誰もわからへん。あ、これや、これや。よしよしよし、これでいこう。それで、ここを、これを削除やな。で、グラデーションのこれをオレンジに近くするんだけど。ちょっとさ、これでいいかな。
報われへんて。報われる人はな、一部やね。押しのけて押しのけてな、買ってきた人や。こんでええか。左の方が良くない？似てるなぁと思うなぁ。不思議やな。なんか黒で、あーでもないこうでもない言うてな、やるやん。あっち待ってや。誰に待って言うてんの。これまたこれ、これこれで一つにして。眉毛がな、もうちょっとな。人間は左右対称じゃないからな。ちょっとずらすね。人間味があるよ。こうしてこっちや。まあ、人間味が出るやろ。ここ。知らんけど。私イラスト専門じゃないから。知らんけど。で、こうするやろ。こんな絵描けてもな、 IQ 高い方がええわ。こんでええか。で、あとな、あとレイヤーでな、こうして、上からな、これシャドウを入れると、シャドウ入れようか。どんなもんかな、シャドウが。またグループしてる。グループとレイヤーの区別がつかへんね。もうちょっと濃いか。これか。これでぼかすか。残しといた方がいいかな。
質は残してはったな、お互い3人とも。もうまだあれ、呪術は続いてるから結末はわからんね。生き返ったりしたらどうなるかわからんもんな。モンディ？めんどくさくなってきたな。これで誰か分かってもらえるんじゃん、知ってる人には。光。出た出た。これコピーしたから、あ、え？あ、ちょっと待って。誰に待っててる？これを消したらええ。近づいてきた。見た影こっちか。こうですね。でこの色をコピーして塗りつぶすと。で、こうやって塗って、スマホ出たやつな、エイト。何でもやってくれるな、もうフォトショップ超えやな、ワンタッチで。人がどこ向いてようが全部真正面向けるとか。黒で髪の毛描いてみる？あ、太いな。こうでやってみるかな。こうか。そうや、これで。もうちょっと傾けようか。こうや。これ伸ばすか。始まりはこっから。こうして。ほら。これでいこうか。近づいてきたな。これうまく描けても、うっ、もう一個レイヤーで、たとえこれがなうまく描けたとしても、
大谷翔平の方がええで。絶対できねえよ。大谷翔平も今だけやるけど、今だけでもいいやんな。ワンピースの作者とかな、あんな上手に絵なそろそろ描かれへんもんな。まあ、努力してるとか言われたらあれやけど、みんな努力してるで。そういう形してもあんな絵描かれへん。で、ほら、こうか。こう行き過ぎたか。こういうとこか。かぶりすぎやな。大きく振りかぶりすぎや。もうちょっと右に移動してさ。はいはいはい、今度は。どうしよう、これ。成功したいな。成功したらな、私な。いろいろしたいことがあるね。作者とかな、パパって書けんねん。それが才能よ。才能に恵まれて成功してたらいいよな。ここのカードが上がんやろ。消すか、ここだけ。微妙なところがな。鳥山明先生とかはな、うまいよ。鳥山明先生ってすごいで。なあ、すごいで、あの人。立体感とか遠近法とかな。あれは神様や。押しとく？悪くなかったって感じになってる？輪郭描く？ぼやきながらどんどん描いてるやん。あー違うわ。この辺から細くこうやん。ええか、漫画とその通りではなくて。これで、いい加減すぎるな。ちょっと今からカフェ行ってこうかな。21時55分。で、ここ、細く、
だいぶ近づいてきたの。目にもなんかここシャドウがあんねん。ここが髪の毛。ありがとうございました。誰でも書けますよ。あ、誰でもって言うたらあかんな。私にも書けました。ここまで。あとは手間暇かけてやるだけです。